大森さん、メールの方ご連絡ありがとうございます。ペーパルの方と確認させていただきました。はい。で今回ですね、1億円ボックス、購入していただいたんですけれども、月収100万円ボックスの、ミリオンゴッドと、他にもその久保さんのやつですね、僕としてはミリオンゴッドが一番お客さんの反応が良かったっていうのも、一番僕もセミナー映像を販売してきて、あれが一番反応が良かったですね。借金2000万から年収3000万になった男の本当赤裸々の、僕もあの話を生で聞いてもっと頑張らないといけないなって思ったんで、月収100万と1億の方は、ネットビジネスの本質というかベースですよね。ここ聞いていただくと、お客さん全くそのネット初心者から始めて借金2000万を年収3000万にした人だったりとか、40歳からネットビジネス始めて1億以上稼いだ人、厳密に言うともう5億ぐらい稼いでるんですけど、その人たちがどういう考え方でどういうふうにやってきたのかっていうところが、すごく勉強に僕はなると思います。はい。でそこをやっぱ汲み取っていただきたいなと思いますね。今回は一番最初のカメラ転売に関しては、やることはすごくシンプルなんで、あとは最初はもちろん覚えることはあるとは思いますけど、セミナー映像を見ていただいて本当にその通りにやっていただければ結果は出ます。じゃあなぜ結果が出るのか、その話もセミナーで言ってます。これをこうすると結果が出ます、なぜならばこうだよねっていう、でそれはセミナー参加者の方にもこれで結果出ないわけないよねっていう多分問いもしてると思うんで、本当にカメラ転売だけでも、月収100万利益ベースで出すことは可能なので、あとは突き抜けるというかやりきるだけですね。いろんな稼ぎ方は僕は販売してるんですけど、どの道でも稼いでる人は稼いでるんですね。ただじゃあ稼いでる人と稼げてない人の違いって何かっていうと、振り切ってない、やりきってないっていうところでしかないかなと僕は思うんですね。でその中でじゃあなぜやれないのかっていう部分はもう不安の部分、一人で孤独っていうところに耐えられない、初めてやることに対して本当に大丈夫だろうかっていう、ここの壁を乗り越えられないですよ。じゃあこれを乗り越える方法に関しても大阪セミナー、そのカメラのセミナーでお話ししてるんで、本当にカメラの、その大阪のセミナー聞いていただくの、いただければ、どういうふうにやれば結果が出るのか、人生変えられるのかっていうのは、ほぼ全てかなと。であとはじゃあ具体的にどういうふうにそのお客さんたちがこう人生変えていったのかに関しては、1億円ボックスだったりとか月収100万円ボックスの方で、見ていただければなと思います。もちろん僕のセッションもありますんで。ということで、今回はですね、商品の方お申し込みありがとうございました。